確かロルモノがた、はい、コルニア義勇兵と名乗っておられました。義勇兵、噂は聞いたことがあります。民を守るために戦っているとか。合流できれば戦力になってくれるかもしれないね。まずは接触してみるのが良いか。お兄ちゃんたちも怪我しないでね。ああ大丈夫さ、心配しないで待っていてくれ。盗賊団だな。もう逃しはしないぞ。お得意の回避術でも俺の弓矢は避けきれまい。よし、行こう。さて、よし、行くぜ。さてと、あいよ。出撃します。ご指示を。承知しました。かかってこい。やけろ。無駄だぜ。うまくいったな。狙いは互い。それしました。そこだ。遅い。狙う。そこだ。制したか。君がロルフだな。俺を知っているのか。一体何者だ。我々は解放軍です。あなたに助けられたという者に話を聞きました。なるほど。あの娘たちは無事逃げ切れたのか。それは良かった。俺はコルニア義勇兵のロルフ。盗賊団の討伐に来た。君たちさえ良ければ協力してもらえないだろうか。ああ、もとよりそのつもりだ。共に戦おう。どう出るべきか。向かおう。
我こそは堅牢なる盾。出ます。俺が相手だ。やってやるぜ。任せろ。ご指示を。進軍します。好きにはさせない。よし、考えるんだ。向かおう。どう出るべきか。俺が相手だ。聞かねえぜ。いい調子だ。やったぞ。どう出るべきか。行くぞ。こいつは任せろ。回復します。この調子で行こうぜ。よっしゃ。さあ、出と。わかった。さて、向かおう。これはありがたい。次はどうすべきか。手だれのようだな。かっさらしゃらくせ。くらい。通じる。それ。まっさら。この程度。もっと無駄だぜ。出番か。了解しました。かかってこい。ご指示を。出ます。俺の出番だな。あいよ。我が槍の錆となれ。いただく。勝てましたな。
守り抜きましたぞ。標的は誰だ。進もう。どう出るべきか。承知しました。お呼びですか。了解しました。おお、これはなんか拾ったぜ。さあ、出た。わかった。考えるんだ。行くぞ。ご指示を。出ます。標的は誰だ。進もう。俺が相手だ。甘い。くらえ。大丈夫ですか。やったぜ。どんなもんよ。この調子で行こうぜ。やってやるぜ。あいよ。さあ、出と。わかった。押さえました。狙いは互い。黒爪盗賊団に歯向かったのが運の尽きだ。その喉笛をかき切ってやるぜ。そこまでだ。おとなしくしろ。バカか。聞くわけねえだろ。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。好きにはさせない。積み重ねよう。やってやるぜ。任せろ。どう出るべきか。進軍します。腕が鳴るぜ。撃ち抜く。バカだ。狙う。やるんだ。当然だ。どう出るべきか。補給しておきたいな。考えるんだ。何か手は。やってやるぜ。
さて。全力で答えよう。考えるんだ。よし。俺が相手だ。俺の出番だな。あいよ。こいつは任せろ。遅いね。アナちゃんが。もらったね。もう一度。回復します。この調子で行こうぜ。もっとお役に立てそうです。よっしゃ。頼む、勘弁してくれ。略奪を働いて勘弁してくれは虫が良すぎだな。病気の妹がいるんだ。どうか許してほしい。親が死んで抜け殻になった俺の面倒をずっと見てくれてよ。なのにあいつ急に倒れちまって、医者に見せたが治らねえって。終わってく姿を見てるのは辛かった。でもよ、ようやく治せる医者を見つけたんだ。だがそいつがとんでもねえ額を請求しやがる。額のねえ俺にできるのは盗みくらいなもんさ。だからこんな真似をしちまった。殿下、情にほだされてはいけません。この者は自警団に引き渡し、相応の刑に処すべきかと。頼む、奪った金は返しておく。どうか見逃してくれ。同情するが、蛮行を許すことはできない。クライブ、町の自警団に引き渡してくれ。かしこまりました。畜生が。